俳優の松村雄基、58、が18日放送の BS 日テレ、おぎやはぎの愛車遍歴農家、ノーライフ、土曜午9:00に出演。愛車が盗まれた過去を明かした、写真、5年、ドラマの会見を行った松村雄基、左、と伊藤和恵。松村は38歳で2代目トヨタランドクルーザープラドを購入、7年目か8年目かな、家の駐車場に置いておいて盗まれました。隣にベンツ、BMW、ポルシェが並んでた。ランクルだけ持って行かれた。朝起きて、ランニングに行くんですけど、あれ、車ない。あれなんでないんだろうなぁ、と、しばらくしてから、盗まれたんだ、と思って。ショックですよ、と愛車との突然の別れを振り返った。愛車を失い、44歳で買い直した車はまさかの3代目トヨタランドクルーザープラド、プラドがいい。プラドを盗まれた腹いせでプラド、セキュリティもしっかりするんで、もう一度来たるなら来いよ。という理由で購入を決断したという。15年で総走行距離は11万キロ。故障も盗まれることもなく現在も大切に乗り続けている。